はい、こんにちは。今日なんですけれども、あのシンサ6のプロテインをレビューしていきたいと思います。登場してもらいましょう。デレードン。めっちゃ神々しいなこれ。シンサ6プロテインで、味なんですけれども、今回はバナナ味を選択しました。はい。で、これなんでバナナ味かっていうと、いろんなプロテインを今年レビューしていきたいという話をしていたと思うんですけれども、まあ、なるべくアイハーブで評価が高いプロテインの中で、まあ、チョコレート以外でも評価が高い味があったら、そっちを選んでレビューしていこうかなと考えております。まあ、審査はバニラ系めちゃくちゃうまいです。はい。で、チョコレートもまあまあ美味しいので、今日はこのバナナでいこうと思います。いやー、これいいよね。なんかね、このシンサ6のこの神々しさがさ、マジでなんかテンション上がるっていうか、まあ俺がラッキーカラー赤だからかな。どうでもいい。気になる成分はこんな感じです。カロリー200キロカロリー、トータルファット 6g、 トータルカーボが 14g で、シュガーが 2g で、タンパク質は 22g です。 OK。今もうすごい、もうこっから香りが来た。香りはね、シェイクみたいな、バナナシェイクの香りがします。うん。で、ちょうどね、今朝なんですよ。で、僕はね、朝プロテインを2杯飲むので、そのまま飲みます。はい。あー、溶けは早いなこれ。はい。オールマックスゴールドスタンダードに続き、溶けはやっぱりいいですね。よし。で、香り、ちょっと人工的なバナナの感じの香りって感じしますね。実食。味はですね、バナナシェイクって感じです。美味しいです。うん、美味しい。バナナのプロテインの中では多分一番美味しいかもしれない。で、これね、めちゃくちゃいい飲み方見つけた。プロテインを作って、その後氷入れて本当のバナナもちょっと入れたりとか、あとは蜂蜜ちょっと入れたりとかして、ミキサーでシェイクすると、これ多分めちゃくちゃうまい。めっちゃうまいと思う。これ後味はやっぱりちょっとプロテイン感は出ます。うん、やっぱりバナナシェイクではなくて、普通のプロテインのバナナ味なんで、バナナシェイクの味がするけど、後味はやっぱりプロテインの後味はしてきます。はい、ということで、今日はシンサ6のプロテインバナナ味をレビューしました。ね、シンサ6っていうのはなんでこんなに美味しく作れるの。マイプロテインにさ、作り方教えてあげたらいいんじゃない。溶けとかも。ゴールドスタンダード、オールマックスの、ゴールドとシンサ6は美味しいし、ハズレがないので、ぜひぜひチェックしてみてください。ね、もうそれがね、もう今のところ御三家、御三家ですよ、本当に。見てよこれ、自己主張の強さ。シンサは本当にね、プロテインバーもプロテインも本当に美味しいので、ぜひチェックしてみてください。それでは。